こんにちは。こんにちは。ロッコです。若DJ、ウッチーです。ウッチー。今日の若まには何でしょう？今日の若まには、ロッコさんのリクエストで、祈り。ということでございます。リクエストさせていただきました。なんか祈り系の和歌ありますかって言って。どうして出てきたんですか、こんな祈りが。ですね、11月からやる、はい、ミルタス舞踊部ですね。舞踊部出ました。日本舞踊を部活みたいな感じで、ちょっと楽しみましょうっていう部活の会なんですけども。はい、聞いてますよ。そこでね、なんていうのかな、はい、祈り舞みたいなジャンルってないのかなって私が思ったんですよ。祈り舞、私がなんかこう好きな感じの舞踊、はい、とか、まあ、関わりがあるものってやっぱ神社とかでも踊る機会とかがあったりとかして、はい、そういう奉納舞踊、あとはなんか ショーみたいなあるじゃない、ショーみたいな時代劇の中の、あとはやっぱ歌舞伎みたいな舞踊があって、私今やっぱ好きなのってやっぱ奉納踊りなんですよね。でそれってやっぱちょっと祈りみたいな気持ちがあるじゃない、神に捧げるっていう感じじゃない、っていうのでやっぱ祈り舞みたいな、ちょっとそういう神聖な感じでやっていきたいなって、今月のテーマね、冬のテーマそれにしようと思って、毎回違うんですけど、この間 K-POP だったじゃない。常に K-POP じゃないんですか？ちょっと日本の曲もやろうかなって思って。そうすると曲はどうなんですか？常に K-POP じゃない、K-POPだったり K-POP じゃなかったり。僕 K-POP の中で、うん、なんかそういう祈りとかを表現するのかなと思ってました。そういうことじゃないですね、うん、ちょっと今回はね、私の好きな早乙女太一さんのカンコピっていうの、K-POP のダンスってカンコピっていうの、完全コピーっていうのが流行ってるっていうかあるんですね。K-POP アイドルの踊りを完全コピーするっていうやつだね。それの、日本舞踊版ということで、早乙女太一さんが、私が、昔見た彼が15歳ぐらいの時の踊りがね、はい、それこそ、はい、神の通い、雲の通い字吹き閉じよ、乙女の姿しばしとどらん、とどめん、とどめんの天女だったんですよ。あれが舞姫だったんですよ。舞姫を見たのね、まあ、それの、踊りが YouTube にあるから、それをちょっとコピーできないかなと思って、うん、舞姫計画を進めます。ちなみに舞姫の時の衣装はどういう衣装？普通の、衣装別に、お稽古だから浴衣ですよ。浴衣とか着物です。それを仮に披露する時、披露するときどうするんでしょうね。巫女さんが着てるような白と赤の袴みたいな。いや袴じゃなくて着物ですね。やっぱりそこは日本舞踊のスタイルで、ということなんですね。なんかね、足元がね、なんていうの、程よくキュッてなってた方が、なんていうのかな、足元見えないじゃない、袴だとどうなってるか分かんないですね。形がねやっぱ結構大事だから、足が曲がってるのとか、なんかこうね、なんていうの、裾がどういう状態になってるかとか見えた方がいいんですよ、なんとなく。なるほど、そっちの方が美しいと、うん、そうだから着物だと思います、どっかで披露するにしても。なるほどな、うん、これね、ぜひ披露してほしいですね。そう、舞姫何人も集めて、そう、前男子もよろしいいですよ。前男子もいいですよ。それこそね、早乙女太一さんみたいな、ね、まあね、まあ女方ですよ。踊ってな。いや、前男子になってもらいます。その場合はいろいろ。お能みたいにね、表、うん、お面をねつけてやるならまだいいです。
いやいいですよ。私も踊ってください今度。盆踊りじゃない、ちゃんとしたやつですね。ちゃんとしたやつですね。そうそう、割とちゃんとしたやつです。まあ気軽に楽しめますけど、まあ、それでね、なんかふと思ったんですよ。だから祈りっていうのがテーマで、そういう関係の輪がないかなって思って、はいはい、あるといえばあるんですけど、うん、おめでたい、おめでたいというか祝言というか、なんていうか、うん、なんか暗い感じはしないですね、それ聞いてると。暗くない、暗くない、なるほどな、暗い感じじゃない。え、暗い方があるの？いや祈りって聞いて、うん、そういう割と暗い方を思い浮かべちゃうんですね。暗いってどういうこと？写経か、うん、いわゆる仏教のことを読んだ歌。そんなのがあるんだ。まあでもこれを暗いと言っても良くないのかもしれない。うん、ね、まあ、例えばですよ、いきますか、百人一首でもよく知られるような歌であると、うん、大僧正慈円、うん、慈円が読んだような、まあ、例えばその、うん、大けなく浮世のために大かな、我が立つそばに墨染めの袖、うん、大けなく浮世のために大かな、我が立つそばに墨染めの袖、これは僕祈りの歌だと。どういう意味なんですかこれ。大けなくっていうのがですね、まあ、自分の 身の程もわきまえずとか、まあ、自分ちょっと大僧正は相当偉い人なんですけど、まあ、あえてこういうふうにちょっと卑下して、うんうんうん、まあ、そのお坊さんですからね、しかも大僧正、うん、一番偉い人が浮世の民に覆ってあげたいな、その何を覆うかっていうと仏のですね、うん、不読とかそういった教えとかそういったもので覆いたいな、ね、ああ人々を、そうです、人々の心を救いたいなと、まあ、そういったことですね。へえ、我が立つそばに墨染めのそれ、私はこの染まってなさい、大体です比叡山のこと、うん、なんか比叡山の中の、うん、その天台宗の中の一番偉い大僧正に、まあ自分がなったと、その永山に住み始めた、その自分の住み染めの袖、だからお坊さんの服のことだよね、住み染め、だからそれでその染め袖でこの浮世に迷っている民をですね、主従を覆ってあげたいなと、今日の力でと、こういった感じの歌。あ、いいですね。いいですか？全然暗い感じしなかったですよ。なるほど、うん、あのどっちかというとこれ百人一首じゃなくて、百人一首でもある歌ですけど、潜在集とか、うん、潜在集とか新古今集とかなると神儀と神様に捧げる歌と仏教、うん、仏様の歌っていう2つのジャンルが分かれてくると。へえ、そうなんだ。で、まあ、印象的今その神儀って言うと神様へ向けた歌の方が、うん、まあ、確かその祝いの、うん、なんていうか今のこの舞でこう神様に捧げるっていうそういった方にちょっと近いと思ったんです、うん、この仏教だとちょっとやっぱり墨染めの袖とこう来るんで、ちょっとなんかちょっと暗い印象の祈りかなとか思ったんですけど。なるほどね。そんなこともないですかね。うん、なんか、うん、はいはい、いい感じでした。祈りだな、祈りの心があるなと思った。ただ僕どっちかというとこの神、うん、神社、神儀の歌よりも断然この写経って言って仏教の歌の方が好きなんです、うん、なんでなんで。やっぱりそれはですね、奥深いというか、そのすごい歴史に培われてるんですよね、仏教の教えっていうのは。まあ、もちろん日本に来る前に相当鍛錬されてきた思想ですから、うんうんうん、まあ、そういったなんていうか仏典のこの内容を踏まえていたりとかしてですね、解釈するのにもいろいろとこう
興味をかきたてられるんですけど、神様の歌って、まあ、いわゆる日本のね古くから伝わるなんかそういった、うん、まあ、考えなんて、うんうん、なんていうかそんなにそうなんだ、うん、その仏教の、まあ、話ほどはそういった深さがないんですよね、やっぱり。まあ、なんかあの人間の、ね、人生とかですもんね、仏教の方はね、うん、なんていうかね、割と単純なんですよね。どっちが仏教じゃなくて、あの神様に、神ね、そうだよね、ま、松に見立てて、ね、こう長く長くありたいなとか、色を変えずにずっと、ね、いたいなとか、なんかそういった感じで、うん、あ、なんかわかる気がした。うん、うっちは仏教派なのね。断然そうですね。そうなんだ。でも確かにその仏教の方がちょっと暗いっていう感じがするっていうのはやっぱそりゃそうですよね。そうなんです。ただそれはまあ僕らの今のね葬式仏教のせいかもしれませんけど、ね、絶対そうですよね。ダイレクトでね、そういったお葬式とかにつながっちゃうから。でも当時の人だってどちらが自分のことを救ってくれるかと思うと絶対神様じゃなくて仏様なんです。神様は結局、うん、仏様の成り変わった姿だっていう発想になっている。もともと自分たちの神様だったはずが、うんうんうん、外来の仏様の方がやっぱり偉い、実際作ってもらう力があるって信じたのはやっぱり、まあ、そんだけの説得力があったんでしょうね。なるほどね。分厚い仏典、漢語で書かれたもの、わすげえと思う、うん、ないんですよね、神様の方ね、そういったないね、バックグラウンドがテキストないしね、そういうテキストないんですよ。テキストない、なんかこう恐れ多いとかそういったことない、うん、うんうんうん、スピリチュアルですよね。そうなん、うん、すごいわかる。で、はい、さっきの我が立つ様っていうの、その前に実はこの天台宗、あの比叡山を起こした天台宗のね、うん、まあ、開祖ってある、最澄ですね、はい、蓮教大師というんですけど、それが新古今歌を載せてるんですね、うんうん、これがすごいですよ。あの百済山脈三宝台の仏たち、我が立つそばに妙があらせたまえ。え、それ何ですか今の。これはですね、多分そのお経の中の一つの文句だと思うね。あの百済山脈三宝台、うん、この上なく優れた知恵とか悟りとか、うん、そういう意味なんです。へ、いわゆる梵語っていうことだし、うんうんうん、こんなのやっぱり、ね、和語ある和歌には、ね、普通ないんですけど、やっぱりもうこういったものがです、ね、歌に入ってきちゃってるんですね、この楽曲感になってくると、あの百済山脈三宝台の仏たち、だからこの優れた仏様たちを、うん、我が立つつまり妙があらせたまえ、こういう歌が。え、それ和歌なんですか。和歌です。新古今和歌集になってます。へえー、なんかもう和歌じゃなさそう。和歌じゃなさそうですけどね。うん、そうなんですよ。こういった面白さがある。え、これは比叡山建立の時に読まれたんだっていう。あ、そうなんだ。へ、うん、面白いですね。これはまさに祈りの歌です。どんなこと言ってるんですか。だから優れた仏さんたちを我が立つそばってこの比叡山ですねに、うん、妙が合わせたまえ、なんていうんですかね、仏様の加護ですね、妙が、うん、ご加護をどうぞくださま、くださいませ、という仏様に対する祈りです、ね、なるほどね。そんな和歌があるとは知りませんでした。そうなんです。心の叫びのような心の叫びですね、感じがする、うん、それでですね、一番写経の中にも有名なやつがあって、はい、まあ、そうは言っても知らないと思うんですけど、うん、なお頼めしめじが原の佐世保、我が家の中にバランカリ、うん、
これはですね、実は観音様が読んだっていう伝わっている歌。観音様が、はい、なお頼め、それでも私を頼りにせよ。だからこれさっきのね、あの最澄が仏様にお願いした歌でした、うん、今度はこの観音様が自ら読んだ歌ですから、私を頼りにしなさいという。おで、しめじヶ原の佐世保さ125にもありますけど、この、まあ、燃えるっていうことを導く言葉ですけど、その、うん、まあ、物思いの火でですね、うんうん、心迷うことがあっても私を頼りにしなさいよ、私がこの世にいる限りということで、観音様は全てね、救い、まあ、救ってあげようと言って、こういった広い観音様が読んだ和歌とかあるのすごいですね言い伝えであると書いてますけど、ね、言い伝えの歌が、うん、あるのすごい。そう、これ文句結構有名なんですよ。割と、はい、洋曲能でもあの観音が出てくるのは、あの観音といったら清水寺のご本尊、その清水が舞台になって、必ずこの名を頼め出てくる。そうなんだ。そうなんですよ。へえ、出てくるんだ、まあ、出てきます。なるほど、まあ、こんな感じですかね。ありがとうございました。ちょっとね、だからロコさんの求めてたの違ったかもしれない、うん、いやでも全然なんかそういうのあるのかなっていう素朴な疑問だったんで、うん、やっぱあるんだなっていうのが分かりました。それ言ったらいろんなジャンルであるかもしれないけどね、まあ、さっきっていうか、うん、もみじで紹介した、ね、道祖神に手向ける歌なんかも祈りといえば祈りかもしれませんしね。なるほど、うん、いやありがとうございました。はい、なのでぜひまたあのくとら三脈三宝台でお鳥を踊っていただければそうですね、なんかまた無茶ぶりに答えてください。はい、 はい、じゃ今日は祈りをテーマに和歌をお伝えしました。はい、どうも。それではまたね。